んにちは、料理研究家の大沢さゆりです。今回のフレッシュキッチンはマスカットを使ったマリトッツォを紹介していきます。パン生地に生クリームを挟んだイタリア生まれのスイーツマリトッツォ。今回は今が旬のシャインマスカットを使って見た目も華やかな一品です。まずは甘いパンの部分を作っていきます。今回は袋で作るこねないパンを紹介したいと思います。厚手の袋の中に小麦粉、イーストお砂糖、塩を加えてこんな風に振って全体が混ざるようにしましょう。袋でね、作ると手が全然汚れなくてとっても簡単にできます。ある程度混ざったら OK。 ここに他の材料を入れていきます。卵 30g、 無塩バター 30g、 牛乳 104g を加えて生地が固まるまで振りましょう。しばらく振っているとだんだん塊になってくるので、塊になってきたらこんな風に袋の上からぎゅぎゅっと、袋が破れないようにね、優しく袋の上からこねていきましょう。これもしっかりこねなくても大丈夫です。こうちょっと袋の上からこうちょっと揉んであげる感じでも大丈夫。優しく優しく混ぜてください。だいたい3分から5分も練れば十分だと思います。こねた後は空気をよく抜いて袋の先を縛り、冷蔵庫で15時間から20時間寝かせます。続いて一晩寝かせて膨らんだ生地を 65g ずつ6等分に切り分けていきます。パンやスイーツはやっぱり計量、分量を間違えないことがとても大切です。なんか 1g、2g でも全然仕上がりの感じが変わってくるので、なんかここはしっかりと分量を守ってください。続いて断面を中に入れるように丸めて、生地を休ませるためラップをして1時間ほど寝かせます。はい、こちらが、1時間寝かせたものになります。こう切ったばかりのものに比べるとこうちょっと膨らんでいるのが分かりますね。表面をね、引っ張るようにして丸め直していきます。これが仕上がりの形になってくるので綺麗な丸に整えてください。固く絞った布巾をかぶせてさらに30分常温で発酵させます。最後に表面に卵を塗って200度のオーブンで12分焼けばパンの完成です。さあ焼き上がるまでに、続いてクリーム作り。生クリーム 100ml に砂糖 10g、 そしてレモンの皮でできたリキュールレモンチェッロを 10g 加えて泡立て器で角が立つまで泡立てます。じゃあ次はマスカルポーネと生クリームを合わせていきます。生クリームの泡が潰れないように、まず生クリームの3分の1ぐらいの量をこちらのマスカルポーネに混ぜて、まずは生クリームをなじませていきます。しっかりと生クリームと混ざったところでこっちに混ぜていきます。ここで駿河屋バイヤー中谷さんに美味しいシャインマスカットの選び方、食べ方を紹介してもらいましょう。ブドウ全般に言えるんですけど、ブドウにやっぱり張りがあって、で枝はしおれてなくて緑色か黄色っぽいものを選ぶといいですね。
で、あと一番のポイントは、ブドウのこの表面にブルームと呼ばれる白い粉っぽい粉状のものがついてるんですけど、これ要はブドウを病気から守ったりとか、鮮度を保つための要はバリアみたいなもんですね。こういうのが、一番いっぱいついてるものの方が、いいかなと思います。食べる時もポイントがありまして、あんまりこう冷やしすぎると甘さがちょっと感じにくくなってしまうので、食べる 2,3 時間前に少し冷やしてもらってから食べるといいですね。シャインマスカット、生クリームと非常に相性がいいので、今回のマリトッツォもそうなんですけど、フルーツサンドやあのケーキなんかにもおすすめできるので、生以外にもそういった食べ方をしてもらいたいですね。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、パンが焼き上がったら冷めるのを待って斜めに切れ目を入れていきます。そして生クリーム、シャインマスカット2個、生クリームの順に切れ目に盛り付けたら、シャインマスカットのマリトッツォ完成です。今人気のスイーツをご自宅でも作ってみてはいかがですか。レシピは駿河屋公式インスタグラムで紹介しているほか、ヒットネット TV YouTube チャンネルでも動画をアップしています。ぜひご覧ください。